午前9時過ぎです。バスの運行会社の本社に静岡県警の捜査員らが入っていきます。昨日埼玉県を出発した観光バスが富士山5合目を訪れた後、小山町の富士あざみラインの下り坂で横転し、ツアーに参加していた枝川恵美子さんが死亡、35人が重軽傷を負いました。警察は今朝バスを運行していた美杉観光バスの本社と営業所に家宅捜索に入り、車両の管理体制や運転手の勤務状況などについて本格的な捜査を始めました。警察は事故があった現場よりも上の地点から道路を入念に確認しています。書き入れている線は対向車線にも見られます。また事故現場ではブレーキやスリップの跡を調べました。その結果、200メートル手前から対向車線へのはみ出しを繰り返す痕跡が確認されました。事故を起こしたバスのタイヤ痕かどうか確認を進めています。横転事故を起こしたバスが運ばれたこちらの警察施設では、現在カメラを使用するなど警察が調べている様子が確認できます。逮捕された運転手はこれまでにブレーキが効かなかったと話しています。警察は車両の機器に異常がなかったか確認するのと合わせ、ドライブレコーダーや運行記録計を解析し、スピードや走行時間など当時の状況を調べています。午後0時半前です。静岡県警の捜査員がバスの運行会社の本社から出てきました。およそ3時間半にわたって行われた捜索、今後は資料の分析に加え関係者の聴取を進めることにしています。